ただいまーってあれいないえー、っとああベランダタバコかおかえり <laughs> いや私はただいまかでもほら君がベランダでタバコ吸ってて戻ってきたからだからおかえりって言っただけ今日雨降ってたのにベランダで吸って濡れなかったやっぱりちょっと濡れた もう、タオルで拭いてきな。え、それかさ。一緒にお風呂入っちゃう洗うタオル、無駄に増えなくていいかもよ。<laughs> 決まり。オッケー、じゃあ入ろう。<laughs> 雨とタバコの匂いが混じって変な匂い。んうん、臭いっていうかまあ。 いい匂いではないよねまあ、お風呂に入れば匂いなんて取れるからさ、入って入ってドライヤー終わったじゃあそれかしてえ乾かしてくれるの <laughs> 結構時間かかるよどうせ君、この後もタバコ吸いに行くんでしょ 先にベランダ行って吸ってきちゃったらそしたらさ、私が戻った時に行かなくて済むじゃんほら。部屋戻って君いないのなんか寂しいじゃん。<laughs> まあ、言わなかったけど、結構寂しいって気持ちにはなってるよ。まあ、言っても5分くらいだから、全然我慢っていうか、そういうのはまあ。 うーん、ん我慢してる感覚はないけど、別に怒ってないよ。今日は我慢する <laughs> できるのできないこと言わない方がいいんじゃないの <laughs> それでも髪乾かしたい触りたいだけじゃなくてはいはい、ごめんごめん。わかった。じゃあ、お願いします。 ありがとう。めっちゃ暖かくて気持ちよかったよ。そしたらお部屋戻ろっか。<laughs> お風呂上がるとさ、気持ちいいんだけど、<laughs> 眠くなっちゃうね。でもこの後もパソコンで作業したいから、ちょっとコーヒーでも入れようかな。君はどう飲む <laughs> コーヒー飲むとタバコ吸いたくなるからやめとくまあ、<laughs> いいんだよ。吸ってきなよ。さっきはああ言ったけど、全然行ってきても怒んないから。ええー、本当はやめたいのああ、お金と健康のためにか。まあ、タバコの値段はどんどん上がるし、健康には1ミリもいいことなんてないけど <laughs> でもさ、タバコ吸う人で、それ言って辞めれた人見たことないんだけど。<laughs> 結構本気なんだ。でも今は吸いたいんでしょほら。<laughs> ごめんごめん、意地悪言ったね。じゃあさ、何か私に手伝えることあるかないや、君が頑張るって言うから何かできることあるかなーって。 一本減らすごとに一回お願い事聞いてあげるどうこれで少しはやる気出たまあ私にできる範囲のお願い事限定だけどね <laughs> 悩んでるまあ私はどっちでもいいんだけどね別に無理にやめてイライラしちゃうんだったら私はやめなくていいと思うの吸うも吸わないも君の選択だしねでも そうじゃなくて本気でやめたいって思うんなら、とことん応援するよ。結構さ、大体の人が遠い目標に設定すると挫折しちゃうじゃんだから、君一日で何本するんだっけ ?10 本もっとうん。<laughs> ほら、その減らした分だけお願い事聞くってなったら、今めっちゃ吸いたいけど、お願い事増えるし我慢しようって思えるようになるんじゃないの そうなるなら、やってみたらいいと思うんだよね。で、そこで我慢できなくて吸っちゃっても、お願い事が一回減るだけで、それ以上のペナルティーはないわけだし。私も叶えるお願いが減るだけで、それに関しては別にいいも悪いも思わないし。どうお互いデメリットないでしょだからこの提案は、あくまで君の禁煙の補助的なものだって思ってくれればいいなって。 君さ、髪乾かす前に私が寂しいって言ったから禁煙考えようとしてくれたんでしょ本当はお金と健康は二の次で、私の気持ち優先しようとしたんでしょわ <laughs> かるよ、君のことなら。ほら、吸ってきちゃいな。私コーヒー入れとくから。ホットでいいでしょもう夜はベランダで吸うとちょっと寒いだろうし。 戻ってきたら一緒にぬくぬくしながら飲もうね。はい。いってらっしゃい。<laughs> 元気よく、うんなんて言っちゃって。そういうかわいいところがあるから憎めないんだよね。ベランダ行ってる間はちょっとだけ寂しいって思うけど、姿は見えるから全然いいんだよ。よし。 戻ってきたらいっぱい構ってちゃうしちゃーっと。